ついに完成か。これからスプロケット交換のためにマフラーを外してジャッキアップです。まあなんか言った気がし、まあ言ったと思うんですけど、自分センタースタンドかけられないんで、もうどう頑張っても無理だから、このマフラー外していちいちジャッキかけて持ち上げないといけないってことしないといけないっていうか、まあ直したいけど頑張ってもできないんで、もうできないことに時間使ってもしょうがないから、もうマフラー外してジャッキアップします。前回覚えてます？なんかこう中見た時にこれオイル下がりしてんじゃねえかみたいなことなんか言ってた気がするんですけど、なんかベチョベチョしてて、ただエンジンかけたじゃないですか。なんかエンジンかけてから改めてこうやってマフラー外してみたら、そのベチョベチョがもうなくなってて、エンジンかけてある程度燃焼されてなくなるとは思うんですけど、まあもちろんある程度動かしたら下がってくるのかなっていうのもありえはしますけど、今見る感じそのベチョベチョがなくなってて、その中に溜まってる多分オイルらしきものが燃焼である程度なくなったとは思うんですけど、他とかも見ても特になんかこいつ見づらいかな、ちょこうやって見づらいけど、こうやってなんかわかるかな、こうして特に問題がないというか、全ての気筒は特に問題ないので、こうして見てなんかはい。まあいいや、とりあえず覗いてみたらなんかそのベチョベチョが治ってたから、あ、これ多分オイル下がりしてないんだろうなって感じですね。はい、そんな感じでした。もしかしたらこういう動画見てて自分も Z 作ってみたいって人がいたら、ちょっと参考にお知らせなんですけど、おそらくサービスマニュアル的なものってまあ売ってるじゃないですか、一応 KZ のなんとかで売ってはいるけど、あまりにもざっくりしてるというか多いというか、なんかこういうまとまっていろんな車種がこうやってなんか書いてますよみたいなやつ買う人も多いと思うんですけど、こっちはざっくり用で、こっちがちゃんとしてる用として この2つで、これ最近買ったんですよ。今更買ってももうしょうがないですけど、ただもしエンジン開けるときにこういうのがいいなと思って、何が言いたいかっていうと、これまあ内容ちょっとざっくりとしか見せないですけど、あんま表記上良くないとは思うので、でこいつは結構あまりにも大雑把で分かりづらいんですよ。もちろん英語読めば詳しい内容書いてあるかもしれないですけど、あんまりよく書いてないんですよね。でこっちは逆に薄いんですけど、すごいなんかこのエンジン的な構造にかなりこだわってるというか細かくて、こっちがどっちかっていうとエンジンとか細かいパーツ開けるときは参考になるかもしれないですね。こうやってパーツリストっていうか、こう細かく書いてないんですよ、 こっちの方は。だからわかんないんですよね、中開けたときにこうやって、え、このパーツって何なんみたいな、でよくわかんないってで終わっちゃうと思うんですけど、こっちはすごい細かくこうやってパーツがこう記載されて、なおかつこの外し方みたいなのとかパーツリストみたいなのってどこに何がついてるかってわかるじゃないですか。これがここには載ってないから、この2冊あるとKZ 関係はおそらく直せるんじゃないかなと思います。まあ、あくまでこう情報共有としてこう紹介してる動画ですけど、おそらくまあ Z1 から KZ1000 あたりは多分この2冊あれば直せるんじゃないかなと思います。なので参考にこの2冊紹介しました。高いですけどね、これ1冊6000円ぐらいするんですけど、あるのとないので全然違うのと、自分で整備するんだったら、まあ、この辺の投資は絶対やった方がいいかなって思いますね。やっぱりネットの情報ってひどいっていうか、情報全くないので、まあそれも問題なんですけど、今までの人たちがなんでそんなことやってこなかったのかなってもすごい疑問なんですけど、やっぱり未来人の投資かなって思うんですよね、そういう情報を出すことも。何が言いたいかっていうと、例えば結局業界が潰れちゃったらもうどうしようもないじゃないですか。だから目先の利益で、いわゆる情報を出したら利益がなくなるって思ってる人が多分今までっていうか今でもすごい多いと思うんですよ。だって絶対誰かしらが出しますし、実際自分も出してるわけじゃないですか、情報を。例えば自分がこうやって情報を出して、でまたそれを真似する人って絶対出てくると思うんですよ。まあその人にもしかしたら利益が取られるとかっていうのはあり得るかもしれないですけど、まあ結構使い方じゃないですか、良くも悪くも情報って。で逆に良い使い方をする人は、これを例えば自分みたいなのを見て、あ、自分もやりたいって思った人がまた自分でこうやって Z とか作ったりとかして動画を上げて、さらに自分よりも詳しい内容をこう動画で発信する人が増えてって、で逆にそれをまた見た人が
じゃあ自分もやりたいなってことでこうやって結局どんどんあの伝達、楽しいことで伝達していくことだと思うんですよ。だからその人の利益より業界全体がこうなんだろうな回るっていうんですかね、そういう風に考えて情報発信していかないと。だからこの今って若い人がバイク乗ってないんだなって思いますよ。なんかよく若者のバイク離れとか言ってるけど、あれ絶対若者のせいじゃないので、未来まで伝達させていくというか伝えていくというか、そういうのもこうやって関係者というかこういう業務に携わる人の責任だと思うんですよね。だからもう今の時代情報共有なんて当たり前なので、逆に情報を出してない人が信じられないというか本当に仕事できんのってやっぱなる時代なので、逆に情報発信してない人にはちょっと仕事頼めないよなってやっぱ思っちゃうので、そういうのもやっぱりもう時代に合わせていくしかないんじゃないかなって思います。とにかく自分の願いは若い人にあのバイクの楽しさを知ってほしいのと、仲間が増えてってほしいんですよ、楽しむ仲間たちが。だからバイクって高いし、ましてや旧車なんてめちゃめちゃ高いし、なおかつ自分で直そうとで なんだろうな簡単に直すことを情報がないから無駄にぼったくられちゃう、まあ、言い方悪いけど、知ればこんなの簡単に直せんじゃんっていうやつあるんですよ。そういうのをやっぱ情報出してないから、そういうのをお店に頼んで結構な金額ぼられるとか、まあ言い方良くないけど、でも実際こんなのもうすぐ自分でできんじゃんってやっぱ思うのがあるので、そういうのももうなんだろう、知った情報はどんどん自分が情報出してきますんで、教科書的ななんか分かんなくなったら自分の動画見たり自分のブログ見たりして勉強すればいいやみたいな存在になりたいので、今後もそういう風にやっていきたいと思います。だから Z1 組み立ててしばらく乗ったら CBX1000 にチャレンジしますのででも物が見つかんないですけど、ね、今見てみたら、まあその辺はまあ後々の話ですけど、そんな感じで Z1 のなんか組み立てなり修理なり参考するのでこの2冊おすすめかなと思います。スプロケット届きました。これで前後スプロケット新品とチェーン新品で組むことができます。まずホイール外してこの新しいスプロケットに変えていきたいと思います。こいつ以前のなんだっけフロントのやつってここどっちも覆われてた、なんか段ボールが中に入ってて中身見えなかったんですけど、これは見えるタイプなんですね。だからこのピッチとか開ける前はあら未開封だったら返品できるっぽいので、その辺ちゃんとピッチとか確認してから合うと分かって開けないと、開けた後で合わないじゃんってやったら返品できないそうなんで、買った人は注意した方がいいと思います。まあ一応このピッチとか大きさ表記はしてるので、このメーカーって JT って言えばいいのかな、これヤフオクで買ったんですけど、だこいつ物自体も安いので4000いくらかな、送料込みだったんでそこそこ安いから、変な消耗してなんか歯がこうなんですかね、このへのってな波みたいになってる時やつってあんまり良くないみたいなので、その減った状態で新品のチェーンとか使うと変な異常摩耗が起こるらしいので、まあ前後新品で組んだ方が無難だそうです。はい、じゃあそんな感じ、じゃあこれ外して組んでいきたいと思います。チェーン貼るところまで完成しました、イエーイまあイエーイってのもなんだけど、とりあえずこれでなんとか前後のスプロケも新品でチェーンも新品で組むことができました。で今度はあとはこのチェーンじゃないタイヤつけてカバーつけたらもう完成って感じです。でなんといや車体関係ないんだけど、自分の体にいや病気とかじゃなくて、あの腰痛めちゃって、これまあなんで痛めたかっていうと、自分最近まあ最近コロナ自粛じゃないですか、コロナ自粛で結構自分も目覚まし時計使わない生活してるんですよ。どういうことかっていうと、起きたら仕事するっていう感じの生活になってんですよね。でだから好きなだけ寝てるから、なんか知らないけど寝すぎなのか、もある日腰が3日前ぐらいから悪くなんか痛くなっちゃって、今すげえ痛いんですよなんかこれバイク押し出すことすらちょっときついんじゃないかなって、この作業よくできたなって、まあ無理してやったんですけど、もうそれで余計痛めちゃって、カバーつけるところまで今やれる気がしないんですよ。だからちょっと今自分の体のせいで体調のせいでこのなんか腰痛めちゃって今止まってますだからちょっと今軽いことしようと思ってて、でこの重たいの持たん方がいいな、このバッテリーなんですけど、これ自分これ使ってんすよ、これあの安物、これネットでまあこのパッケージ見てなんか探してほしいんですけど、 Amazon で3000いくらとかで売ってるやつなんですよね。まあ送料入れても4000いかなかったはずなんですけど、これ使って
ってんすよ。よく安いバッテリーで大丈夫かってよく言われるんですけど、自分あっちにある FX2 でこれ同じやつ使ってるんですけど、1年間特に何も問題なかったからまたこれリピートして買いました。特に問題ないとは思うんですけど、ただバッテリーって当たり外れあるみたいで、だからあれはたまたま良かったけど、これはどうかなっていうところが分かんないから、とりあえず1回これ使って1年間は大丈夫だったっていう、まあ自分の中での実績があるから、まあこれ使ってるんですけど、安いのと高いののピンキリなんですよね。安いのはこれし、高いのは1万円ぐらい超えるみたいなのがあるので、だでもバッテリーって結局まあちゃんと使える体であれば同じじゃないですか。だからこのまあこれ試しに使ってみたら大丈夫だったから、今回も買ってみたって感じです。参考程度にこれ使えるんで、使えるってまあ保証はしないけど、自分がとりあえずこれが使えるんじゃないかなと思ったので、うん、これ進めはしないけど、自分は大丈夫でしたよっていうことをお知らせします。はい、そんな感じでちょっと腰ちょっと よくなったら作業を再開したいと思います。チェーンも完了したのでカバーつけれました。いい感じです嬉しいですね。こうやってワイヤーも引いて、ただこれちょっと多分自分の調整がおかしいのかもしれないですけど、これすげえ重くて、こんなもんじゃないですよね。めちゃめちゃ重くて、とてもじゃないけど乗れる気がしないんですよね。これこんなもんじゃないですよね。調整次第なのかな。今仮でクリップで止めてるんですけど、なんか異常に重たいんですよ。これオイル差したとかで解決できるレベルの重さじゃなくて、これおかしいでしょっていうなんだろうな、これ絶対おかしいよなっていう重さなんですよね。だから調整がなんかおかしいのか、ちょっといや、ただこれって結構押すだけだから、押す力がね、こうワイヤー引っ張って中のギアをぐるってこうなんかこうやって出てくる仕組みなんですけど、なんかちょっとしたギアが入ってて、ワイヤーで引っ張るとそのギアがこうぐるってこういう風に動くやつなんですけど、押す力が単純にこの引いた時の重さじゃないですか、きっと。だからそのあまりにも重たいから、ちょっとこれおかしいなってぐらい重いんですよね。こんなもんなんですかね。まあ旧車は重たいってよく聞くけど、こんな重いもんなんですかね。ちょっと異常すぎるんでちょっとわかんないですけど、とてもじゃないけどなんか乗れる気がしないですね。で、なんかあの YouTuber のホワイトベースさんいるじゃないですか。ホワイトベースさんのなんかの動画でチェーンカバーつけないと車検通ないってなんか言ってた気がして、で一応チェーンカバー今からつけようと思って被せてみたら、ちょっとなんかこの中でなんかガボガボって、これなんだろうな、もうわかんないかな、あ当たってないかな、多分あ当たってるか、そうだ、これなんか当たるところがあって、普通ってこれ当たるんだったら普通ガガガガガガガって当たり続けるんだけど、なんでこの部分的に音が鳴るんだろう。そうでもないか。そうでもないや。そうでもなかった。回してるときに、多分タイヤに当たってんだろうな、きっと。まあいいや。まあいいか。はい、じゃあそんな感じで、ちょっと、チェーンのカバーも一応車検通る以上必要っぽいので、これ、あとこれすげえボロボロなんですよね。これもヤフオクで買ったんですけど、なんかこういうとこ切り取られてたりとか、なんかまあまあ見た目も案の定すごいボロボロなんですけど、なんか変なこう曲がり方、こうやってなんか、なんだろうな、こう、なんだ曲がってんすよ。曲がってるから多分この辺も、タイヤに多分当たるんだろうなって感じはします。だからその修正が必要なのと、今のところもうマフラーつけちゃえば走れはするんですけど、やたらクラッチワイヤーが重すぎるっていうのがちょっと難点なとこですね。まあちょっとそれ走りながら治るもんじゃないから、いろいろなんか調整とか試してみますけれども、調整するって言っても別にやることないしね。なんでこんな重いんでしょうね。まあちょっとそれいろいろ触って治るのかな、わかんないけど、いろいろチャレンジしてみます。あ、なるほど、こいつか。こいつのせいで、こいつのせいっていうか、このブロックがこうここに。いや、というより結構広がってますね。ちょっとわかるかな、このホイールに向かってこうなっちゃってて、今ってかろうじてこのウェイトがぶつかってるだけなんですけど、というよりも結構当たってますよね。だちょっとこれ自体結構柔らかい素材だから、まあ、無理やりこうグイって内側に折り曲げるか、もしくは切っちゃうかしないと、これちょっとそのままだとバタ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 ってこの当たってる音がするし、あとサスにもここも当たっちゃってるから、この辺もカットすべきなのかなっていうか、そもそもこれもうなんか人力でカットされてるんですよね。もうこれまあヤフオクの中古で買ったやつなんですけど、すでにこうカットされてて、なんか前の持ち主がいろいろやらかしてる感じのもんな感じですまあ安かったからいいけど、とりあえず車検なんかつけない、チェーンカバーつけないとなんか車検通らないっぽいから、とりあえずつけとかないとなんかまずそうなんで、まあ何かしら加工して、とりあえず当たってる
ぽいところは何かしら加工しようかな。ここもなんか嫌ですもんね、当たってるし。なんか大きかったですけど、こっちももうちょいこっち側までカットして、で当たってる内側の方を削るなり折り曲げるなりして寄せて、うん、どうにかしようかなと。はい、作業開始します。チェーンカバーつけれました。なかなか苦労しました苦労したっていうか、こいつ自体がすごいこうやって変形してるから、なんやかんやつけてみたら当たるって感じで、もう当たるところ結構カットしたりとか、曲げたところで元々がこう大きく曲がってるからもう切っちゃいました。こんな感じで回してて特に当たるところもなく、なんかバッタンバッタンとかしそうはないんですけど、これ物自体がこう あんまりいい素材じゃないというか、ペラペラしてるし、この2箇所でしか止まんないから、そもそも固定力があんま良くないんですよね。だからこれ走っててバッタンバッタンバッタンでなんかならないかっていう心配はあるんですけど、車検レベルだったらまず通るかなとは思います。だからまあこんなもんでいいでしょう。まあ、最悪でもあれかな、チェーンカバー外して走ってたら整備不良になるんですかね。ちょっとその辺わかんないですけど、チェーンカバー新しいものを交換って、交換っていうか新しいのがなんか安く見つかったらそれにまた買って交換しようかなと思います。とりあえず車検受けるまではこいつで我慢しようかなと思います。じゃあこれからまたもろもろマフラーだな。っていうかもう完成してるね完成してて、あそこライトまだつけてないや。あとクラッチ重すぎるんで、そこはちょっとまた見直していきたいと思います。センタースタンドは結局外しちゃいました。もうもうのいいやってことで外しちゃいました。まあ別に作らなくても一応いいってことだから、まあいいやってことで外しちゃいました。なんかいろいろコメントで言ってくれた方申し訳ないですでマフラーつけてライトつけて、おーついに完成しましたやっと長かった Z1 が完成しました。イエーイ。とりあえずこれからこのエンジンかけてバッフル大丈夫かなとか、その辺ちょっとやっていくんですけど、とりあえずライトはちょっとここの金具、ここの下の金具にちょっと固定して、なんかバタつかないようにしないとってちょっとあるので、そこ作って、あとはこの動作上どうなのか、かけエンジンかけてみて、とりあえず演奏なんですかね、マフラーの音量とか含めバッフルのせいで演奏しないかとか、その辺含めてチェックが大丈夫だったらもう車検行き決定なので、あそっか、でもまだクラッチ解決してねえや。これから注意してみてどうなるかわかんないですけど、なんかやたら重たいので、これはっきり言ってもう乗れないレベルで硬いので、今ちょっとワイヤーが原因なのか、なんか調整のなんかがうまくいってないのか、ちょっとよくわかんないですけど、ちょっとその辺いろいろ試して、じゃあ まずはとりあえずエンジンかけて、明るいうちにエンジンかけてから、暗い時にはエンジンかけれないと思うので、ちょっと今からエンジンかけてちょっと大丈夫か確認していきたいと思います。じゃあエンジンかけてみます。静かすげえ、全然音違うわ。音量全然違うバッフルつけた時全然音違いますね。めっちゃ静かなってますね。ただとりあえずこれでどうなんでしょうね、動くかどうかとかよく分かってないから、まあアイドリングは安定するのはなんか前回もエンジンが出た時に見せましたけど、音量がめちゃめちゃ違いますね。明らかに音がなんだろう、うん、ノーマルマフラーと、まあそれ当たり前かノーマルマフラーはちゃんとやってあるものが普通だから、だノーマルマフラーどころか、あ、なんだろう、もう Z っぽくない音してますねただ防音的にはめっちゃ成功してますね。全然音違うので、ただこれしばらく動かしてどうなるかとか、そこが分かんないから、ちょっとその辺確かめてみるのと、とりあえずあとはそうですね、電圧今測ろうとしてて、電圧測ってアクセルやった時に 14V ぐらい出るかとか、その辺ちょっと細かいところ、明るいうちに明るいうちにとりあえずエンジンってなんだろうな、基本チェックはとりあえずやっていきたいと思います。問題がなさそうです嬉しいめっちゃ嬉しいですね。ただまだ乗ってないのでわかんないですけど、これからちょっと試乗テストというか、あっちの駐車場でちょっと乗ってみるんですけど、それでまた何かが発覚するかなとか、あ、ちなみにまだクラッチオイル入れてないんで、でこれやっぱ張りますね、こう短いんですよ。これも原因関係あんのかな、ちょっとわかんないですけど、やっぱワイヤーが短くて、こうなんだろう、ハンドル切った時にやっぱこれ使えるというか、なんか引っ張るんですよね。だそれもあってここちょっと余裕持たせてはいるんですけど、
けど、それも関係あんのかな。ただちょっとこのワイヤーの短さは明らかにちょっとおかしいので、そこは変えないといけないかなっていう感じではありますね。とりあえず動作上はなんか問題なさそうなんで、動く分には問題ないでしょうけど、あとは乗ってみてブレーキの効きとか、まあ今やらないといけないクラッチワイヤーのどうにかするか、もしくは長いやつに交換できたか、長さがこれ書いてないんですよね。 Z1 用とかそれしか書いてないから、長さ何メートルとか書いててくんないとよくわかんないですよね。だからこれより気持ち余裕取って長いやつっていうんですか、だから多分すげえざっくりだけど多分ね20センチとか長くなれば多分こうやって這わせられると思うんですよ。だからそこそこだから今の多分これ Z1 用なのかな、そのケーブルが何用なのかは正直わかんないですけど、あでもそうか買ってないね。これはなんか中古っていうか、なんかの部品買った時に一緒についてきたやつだから何用かわかんないですけど、とりあえず短いからどうしようねっていう、もしくは社外っていうか全然川崎と関係ないなんか長いなんかケーブルがあるのか、それから流用するかとか、先端一緒なんですかね、こう引っ掛けるとことか、この なんていうのあのクラッチのこのグイッてやるところの引っ掛けるところって共通なんですかね。ちょっとパーツが共通かは形状を見ればわかるとは思うんですけど、そこを直さないといけない。あ、そうだそうだ、ちなみにこれこっちもなんだっけ、あのスピードメーターのケーブル届かなくて、これ実際ここまで延長ケーブルってのが売ってんすよこれ。あ、まあもうこれ上についてるってのもあるんですけど、こっちに普通のやつでも届かなかったから、延長ケーブルってやつ買ってこう延長してつけてます。延長しても結構張ってるんですけどね、これ自体張ってるっていうか問題はないけど、普通のやつに交換したら全然余裕でこうなんていうの、余裕ゆとりを持って長さがなんていうのたわむというかなると思います。じゃあとりあえず完成ってことで拍手バチバチバチとりあえずじゃああとは細かく走ってみてチェックなのと、クラッチワイヤーですね。クラッチワイヤー直せば車検持ってって問題ないでしょうって感じです。その他ちょっと見落としがあったらちょっと乗ったりとかして確認してみて、エンジンは結構好調みたいで、それで電気も測ってみたらアクセレーター 14V まで上がるので、レギュレーターを自分で改造して違う、まあ、何の車種用か分かんないけど別の車種のレギュレーター乗っけてみたらアクセルオンで 14V ぐらいまで上がるので、そういう意味ではまあなんか異常な動きはしてないみたいなんで大丈夫かなと思います。でそこら辺からなんかオイルが漏れたりもしてないし、もうおそらく問題ないでしょう。はい、そんな感じで、じゃあ次回は車検っていうことで持ってけたらいいですけど、なんかありますあ、そう、皆さんにちょっとお知らせなんですけど、うちの、今、現役ではないですけど、学校、今、大学通ってんすよ。だから自分大学生なんですよ、一応、この年で。で、その大学のテレワークというか、ズーム授業が明日から始まるんですよ。これ、まあ、なんと間の悪いタイミングっていうか、まあ、言っちゃえば平日の昼間に授業があるから、当然ながら車検受けに行けられないんですよね。だから、それがちょうど明日からなんですよ。だから、この、何この時間があと一歩足んないっていうね。ただフルタイムじゃないんですよね。フルタイムじゃないから最悪午前中で進めば、まあ最悪そのズーム授業を外で受け入れもするから、まあ多分画面の目の前に自分がいれば出席扱いになるだろうから、場所は関係ないと思うんですよ。とりあえず Wi-Fi があってネットがつながって先生に顔を確認してずっと授業を受けてればおそらく出席扱いにはなるだろうから、だからただね時間かかる気がするんですよねこの車検って。だから午前中一番乗りでいて終わればいいけど、終わんなかったらまあその車検場で授業を受けて、ただ終わったらもうその車検場も終わっちゃうから、だからどうしようねっていう感じなんですよね。だから途中で、あ、ちょすいません時間ないんでやめますっても言えないしな。だちょっと今その辺が微妙なんですよね。だからどうしようね、まあそれはもう考えてもしょうがないけど、だどうまあそこはもういいやもういいやくどいから。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ完成しましたイエーイって感じで、じゃあ次回車検で見事車検通って行動乗れるように頑張りますではではご清聴ありがとうございました。